はい、スクリームウェブサイトをご覧の皆様、はじめまして、コンテンポラリーな生活です。ギターボーカルの朝日とベースの藤田です。今ドラムの境は、そこら辺で宇宙と交信してます。それではですね、11月5日に、初のフルアルバムヘドが出る前にをリリースさせていただくことになりました。ありがとうございます。そうですね、アルバムの内容どうですか？どんなアルバムになりました？今回のアルバムは10曲入ってるんですけども、かなりバラエティに富んだアルバムになったかと思っております。もう、ね、聞くとなんかいろんな側面で多分楽しめるアルバムになったんじゃないかなと僕もすごい思うので、何回も聞いてね、いろんな楽しみ方をしてください。で、その何回も聞いたらその、年末に、はい、初の透明版ワンマンツアー開催、イエイ、イエ。それがまず11月12月8日に、大阪アベノロックタウン、はい、そして12月10日に、名古屋池下アップセット、そして12月11日、渋谷の WWW で、ワンマンライブをやらせていただきます。やります。いやね、ライブでまたこのアルバムの楽曲をやると絶対、はい、うん、それはそれですごく映える、楽曲たちになっているので、はい、ぜひ、ワンマンライブでガシガシ盛り上がっていただきたいですね。はいはい、というわけでそろそろ、宇宙の更新も終わりそうなのでじゃあありがとうございました。ありがとうございました。